はい、皆さんこんにちは。バリ島移住10年、ウブド在住の鳥居です。前回のこの動画では、60日間滞在するには VOA というビザを取って、延長をすればいいと、こういうお話をさせていただきました。今回は60日以上滞在するにはどういうビザを取ったらいいか、そのお話をさせていただきます。60日以上滞在するには、ソシアルブダヤビザ、これ略してソシアルビザと言いますけど、このビザが必要になります。このビザは取得すると60日滞在ができます。ただ60日の期間が来る前に延長手続きっていうのを行います。そうすると1回の延長手続きで30日さらに滞在することができます。そしてこの手続き、延長手続きは合計4回やることができます。つまり最初に60日、その後30日が4回、トータル180日、およそ半年ですね、滞在することができる。これがソシアルビザです。さて、このソシアルビザなんですが、ちょっと手続きが VOA よりもめんどくさい。ちょっと大変なところがあります。というのは VOA は到着ビザですので、空港で取れました。ソシアルビザはバリ島に到着する前に、タイ、マレーシア、シンガポール、こういった海外にあるインドネシア大使館、領事館で取ってくる必要があります。もちろんこのインドネシア領事館、日本にもありますので、日本を出発する前に日本でビザを取ってからバリ島に来ても結構です。そして、このソシアルビザを取るには、スポンサーが必要です。スポンサーというのは、身元保証人です。ただしこれはインドネシア人でなければいけません。つまり、インドネシア人の友人、知人、そういう方にスポンサーになってもらう必要があります。そして、このビザでは仕事はできません。仕事をしたら違法滞在となってしまいます。スポンサーの準備、それから事前手続き、等々、ちょっとめんどくさいビザなんですが、その代わり180日間入れますので、長期で滞在したい、ロングステイを楽しみたいって方は、ぜひ、この、ソシアルビザ、取ってみてください。これまで30日間、60日間、そして今回180日間滞在するためのビザについて説明させていただきました。次はいよいよバリ島で仕事をするためのビザ、ワーキングビザと呼びますが、こちらの説明をしたいと思います。バリ島で働いてみたい、もっとバリ島で長いこと滞在したい、暮らしたいという方、ぜひ次の動画もご覧ください。今回の動画が非常に役に立った、参考になった、という方は高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。